ケンンントチチャャネネルルへよようこそチャンネル登録もよろししくお願いします皆さんはプロパガンダに関する知識や対象の方法を知ってるつもりでしょうまさか自分自身がすでにプロパガンダにかかってるかもしれないとは少しも考えてないかもしれませんそれははっきり申し上げて甘いと思います プロパガンダは案外私たちの身近なところに常にあってしかも上手に意図を隠していますそして私たちがこれから知っていく政治的プロパガンダだけでなくテレビや雑誌で日頃当たり前のように触れている広告ダイレクトセールズのトークインターネットや SNS で接している文章あるいは振り込め詐欺などにも 巧みにプロパガンダのテクニックが使われています。もちろん、プロパガンダの全てが恐ろしい目的で使われている悪質なものだというわけではありません。だから、私はプロパガンダを全面的に否定するつもりはありません。重要なコミュニケーション手法です。しかも、使い方によっては、いい意味でも悪い意味でも強い武器にもなるからです。ただし、 自分自身がプロパガンダにかかりやすい体質なのかどうかは知っておいても良さそうです。そこでチェック項目を8つ用意しました。いくつのイエスが出るでしょうか誰に知られるわけでもありませんし、あくまで私の考えたちょっとしたテストですから、気楽に、しかし嘘はつかずに、一つ一つのクエスチョンに答えてください。それでは第一問。 芸能人のスキャンダルが大好きだいかがでしょう解説しましょう会ったこともない芸能人のスキャンダルを喜んで消費している人は危険ですあんなに可愛い顔をして不倫だなんて人の良さそうなイメージでテレビに出てくるくせに裏の顔はひどいものだという状態は 本当はどうでもいい情報なのにそれによって思考や興味関心情報収集の時間を奪われていると言えますそのような情報を得たからといって自分にとって一体何の得になるのでしょうか娯楽と片付けるなら別としてそのような情報ばかり見ていることは情報弱者の一つのパターンですなおさら このような情報が人権侵害につながる可能性があるので他人に伝達する場合自分も加害者になる可能性があります道徳的な問題あるいは人格的な問題でもあります私はかつて石坂浩二さんとレギュラー番組をご一緒していましたがある時週刊誌に石坂さんの不倫スキャンダルが出たことがありました心配になって本人に事情を聞くと 全くの嘘で、2、3年ごとに似たような記事を繰り返すのだと笑ってました。要するに、メディアの側でニュースが不足している場合、あるいはその後に強い記事がない場合、出上げでも焼き直しでもいいので、スキャンダルを作ってしまうというわけです。どちらにしても、額面通り信じている人は、間違った情報で踊らされている代わり、 その貴重な時間で他の大切なニュースを知ったり考えを含めたりする時間を失っているのです。次に第2問インターネットで買い物をするとき評価の内容よりも星の数値が気になってしまう解説しましょうネットで物を買う際またはレストランを探すとき口コミや評価は 参考になります。私自身もそうです。高い評価よりも低い評価の文章をよく読むようにしています。ただし、極端に高い評価や低い評価の内容を読んでみると、書いてる人の偏見、あるいは意図が強く表現されてるケースが大半です。本当に参考になる情報は案外少ないのです。ところが、まず目に飛び込んでくるのは、星5つ、あるいは星1つ。 という視覚的に強烈なポジティブまたはネガティブ情報でそれを見た後に文章を読むとよりポジティブやネガティブに見えてしまいますもしかしたら桜による賞賛やライバル会社やアンチによるネガティブインフォメーションかもしれないのにひどいのは一人しかレビューしていない商品の場合です星5つで褒めちぎっていても星1つでけなしていても 評価が一つしかありませんから全体の星の数はそうなってしまいます仮に私の本を評価している唯一のレビューアーが共産党員なら当然星は一つでしょうおそらく読んでもいませんこういう情報は特に注意しながら接した方が良さそうです第3問専門家よりも身近な人 家族や友人、あるいは好きなタレントなど、それの意見を信じてしまう。解説しましょう。これを飲むだけで健康になるんです。こんなフレーズをよく知らない医師に突然言われたら警戒するでしょう。怪しい商売だと思うからです。でもよく見ている YouTuber ならどうでしょうか。ちょっと飲んでみようかなと思うかもしれません。 今この暗号通貨、仮想通貨ですね。これを買っておけば近いうちに必ず値上がりしますよ。このフレーズを暗号通貨の自称専門家から聞かされた場合と、親や親友から聞かされた場合も同じです。前者は同性商売だからとか、あるいは騙されないように警戒するのに対して、 後者だと簡単に信じてしまいかれません。逆の場合を考えた方がわかりやすいかもしれません。この暗号通貨を買えば必ず損するよと専門家が言ってるのに親しい人が褒めればどうでしょうか私はダメだややめなさいと言ってる専門家の方を信じやすいです。ここにはリスクがあります。 人は専門性よりも人間関係で情報の信頼性を判断しがちで、場合によっては専門家よりも素人の意見を信じてしまうことです。またこの場合、専門家の確かな情報を得るのにお金がかかる場合があります。むしろその方が確かな情報になる可能性が高い。例えば法律の話なのに、 弁護士はお金がかかるのでもったいないと言って、専門知識のない親しい人に相談するだけで決めてしまう場合があります。それで問題がこじれて、結局弁護士に相談するしかなくなった時には、より高額な相談料になる危険性があります。次に第4問。子供の頃、尊敬していた先生から教えられたことは、今でも全て正しいと思っている。 解説しましょう。あなたが30代以上の視聴者なら、まだ日教組の教師が幅を利かせていた時代に教育を受けていた世代でしょう。ただ、これはもっと一般的なリスクとして考える必要があります。生徒が優しい先生、尊敬する先生、親身になって世話を焼いてくれた先生を好きになることは当然です。ただ、 その先生もまた一人の人間にすぎませんから、教えてくれる情報が全てだ正しいとは限りませんし、場合によっては日教層によって思考をコントロールされているかもしれません。それを分かって接していればいいのですが、子供は純粋ですから、そのまま素直に信じ、しかも一旦信じたことを一生涯疑わず、 座右の銘にしている可能性すらあるわけです。同じ内容を大人になってからよく知らない人に聞かされれば、すぐに手元のスマホやパソコンで検索して、信憑性を確かめるはずなのに、10分もあれば十分です。ということは、子供の頃から信じ続けている情報、あるいは信念のようなものについても、一度本当なのかどうか、 せめて反論もないのかについて確かめる機会を作っておいた方がいいでしょう。これは親や会社の上司、先輩などから得た情報も同じです。皆様、いくつのイエスが出ましたでしょうか残りの4項目を明日紹介いたしましょう。よかったら高評価ボタンを押してコメントを残してください。ご清聴ありがとうございました。また明日 thank wow. you wow.